ングドー来た。俺これ初めて食べる。いただきます。うまっ飛ぶぞかっちょよ。同期お願いします。北山チャンネル代車。はい、さあ今回は代田橋駅です。代田橋、はい、降りたことないね。ないですか？降りたことない。前回どこに行きたいって言ってましたっけ、ロケ出るとしたら。全然覚えてない覚えてないですか。まあ代田橋といったらこれです。沖縄？はい。嘘でしょ。本当です。そんな、なんで沖縄が有名なの？そうなの、はい、知らなかったわ。いつか北山チャンネルも沖縄に行きたいと思ってるので、うん、そうだね。まずはちょっとロケ班というか沖縄をまず感じてもらいたいと思って、うんうんうん、沖縄の町があるんですって。大田橋に沖縄町があるの？あ、正確に言うと沖縄タウンという商店街みたいなのがあるらしい。へえ、知らなかった。そんなのなんだ。行ってみましょうか。いいよ。沖縄タウン。あれ？これですね。シーさんいたよ。あ、いた。一個。大体1個じゃない。これ泉商店街という、うん、沖縄の店があって町おこししてるみたいなんで。へえ、沖縄感。またシーサーが急に来たね急に現れる。こっち、はい。寒い。沖縄感ありました。日陰寒い。え、沖縄ってあったかいんじゃないの雪ありますね。寒いよ。雪降ったんですね最近。降ったね。だな、降ったよね。あ、酒屋さんのなんか沖縄感出てる。あ、沖縄っすね。あら、こんにちは。こんにちは、どうも。ここ何屋さんですか？酒屋さんです。酒屋さんあ、でも沖縄のなんかちょっと佇む。青森主体。あ、青森主体なんですね。え、お父さんは沖縄出身ですか？いえ、地元杉並です。あ、ここで。そうなんですね。ここはあの町の活性化で沖縄風にしようということで、2005年からですから。2005年から。もう19年目の。わ、そうだったんだ。知らなかった。まだこの先にあの市場がありますから。市場そこが沖縄の堺市場に似てるという LG 型。はいはい。そういうテーマで。じゃあ地域は市場ありますね。はい、賑やかにしてる。ちょっと暗い商店街。暗い、ね、昭和の昭和の商店街好きだしな。青森って飲まれます？ちなみに青森たまに沖縄料理食べてる時と。試飲もできます。酔っちゃう酔っちゃうすみません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。島のれん。あ、これもうザ。あ、俺結構好きな雰囲気だな。感じてきましたね。ん、ここは感じるわ。失礼します。あ、いい感じ。どうもお邪魔します。こんにちは、北山です。よろしくお願いします。あ、知ってくれてるんですか？はい。ありがとうございます。メンソーレ。メンソーレ。沖縄の雰囲気めちゃめちゃ出てる。あれ、沖縄出身なんですか？あ、そうですね、僕は。三振だっけ、これ。三振引かれるんですか、これも。全然引かれないですね雰囲気。いやいやいや、美味しそう。ゴーヤチャンプル好きです。ちょ
と沖縄感じますか？めっちゃ感じてるよ。あ、感じますね。ちょっと味で、味でも。え、食べる？大丈夫ですか、ちょっとお料理。まあ、まあ、大丈夫ですよ、もちろん。はい。どうだろう、何がおすすめですか？わかりません。わからない。ずっとやられてたんじゃないですか。どれもおすすめなのか。なるほど。まあ、うちは定番のもの、はい、まあ、あの沖縄で普段食べられてるようなものぐらいしかあの出してないんで。あ、海ぶどうとか嫌いですか？うん、好きだよ。海ぶどうする？海ぶどう食べたいです。なんで俺先に走ってんだよ。じゃあ海ぶどう食べようよ、そしたら、はい、食べたいっす。スパムなんか、スパム、スパム、スパムな、スパムと何かありますか？スパムと卵を入れた、スパムを乗っけたお蕎麦もできますし、あとはあのスパムを天ぷらにして、うん、あのチャックとフレンチマスタードを鬼のようにかけて、沖縄丼っていうやつだ。それにします。いや、それが美味しそう。それいただいていいですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これサービス。お、もずく酢、うわ、好き。いいよね、こう。いただきます。もずく酢いいよね、健康的で。ここもずく酢も食べます？うん、なんかメニューにあったらたまに食べる。食べる？食べたいです。あ、違う違う違う、食べたいですよ。え、違う違う違う、お店普段食べるって。あ、普段食べないですけど、食べないんで食べたいです。ダメです、されてたよ。どういうことですか？ね、肉だね、たくそ。あ、うまい。たくそ、食い方美味しいです。お、待てました。海ぶどう来た。このシークワーサードレッシングをつける。これちょっとギリギリ、ギリギリなんで。ギリギリだ。これあのドレッシングかけると潰れちゃうんで、食べる分だけあのちゃんと。海ぶどうね。美味しい。やっぱ海ぶどうはぶれないよな。そうですね。うん。うちの社長が YouTube 見て、そばの会で俺がそば食べてて、食べるっつってなんか食べる。やってたじゃん。あのちょっと多めに取ったやつ。そうそうそう。もっといけよ。逆です。あ、社長が。社長が。うちの北山のやつ取んじゃねえよ、じゃなくて取れよ。いただきます。すいません、失礼します。もう全部カメラそこだよ。俺じゃないよ、もう全部置いてるのもそうだし。ああ、じゃないよ。普段食べないんでしょ、そんな。もずく酢どうなのよ。酸っぱいっすね。酸っぱいけど、もずく酢だからね。ちょっと社長に言われたんで、海ぶどうも食べさせていただきます。僕もちょっと感じたいんで。そういうことじゃないと思うんだよな。あー、沖縄。この間、あの三宅くんも来て、え、海ぶどう食べてましたよ。海ぶどうと、そうですね。何できたんですか？インスタの撮影。インスタの撮影。あ、最近ケンさんとお店被るんですよ、なんかプライベートとか。そうなんですか。まあ、なんかいらっしゃったんですよ。なんか話してましたね。なんか行きつけ、北山の行きつけのとこ行っちゃったんだよみたいな。そう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 。インスタで。ケンさん来たんですね。また被りましたね。また被った。沖縄いいよな。沖縄行った時俺なんかだいたい曇ってたんだよ。あ、結構多いですよね。あ、来た。はい、お待たせしました。沖縄の時
わ、うまそう。うまそう。沖縄ドッグ揚げてるんですね。そうですね、スパムを天ぷらにしてアメリカンドッグ。いい、うまそうだな。あ、俺これ初めて食べる。ケチャップとかさ、マスタード辛し最高だよね。いただきます。うまうわー、これオリオンビールめっちゃ合うわ、絶対。うん、揚げるとなんか多分ふわふわになるのかな。柔らかい。いただきます。これ美味しいわ。ふわふわじゃない？なんかなぜかふわふわじゃない？なんでだろう？衣かな。沖縄風天ぷらなんで、やっぱこっちの天ぷらとはちょっと違いますね、衣が。衣が違うんだ。あと味変で辛いの好きだ。うわー、俺好きっす、タバスコ。好きなんですか？でかでかいね。あ、結構いきますね。大好きだもん。辛いの好きなんですね。タバスコ好き。へえ。うん、これはビールだね絶対に。まだダメだ。タバスコでいった方がいい。タバスコちょっと苦手なんですけど。うん、タバスコ苦手なの？苦手で。まあ、辛い。え？辛い。辛いときそういう顔するんだね。辛い。辛いだけじゃなくて、ちょっと酸味もあって。酸味もあって。美味しいじゃん。美味しい。ウミさん見た目はなんだけど辛いの大好きみたいな。ねえ、そうです。辛口顔ですよね。全然苦手ですから。なの。すみません、お世話になりました。いい、ありがとうございます。ます本当はゆっくりいただいて。これちょっとじゃあちょっと食べてみて、はい。ちょっと北村さん外でちょっと待機してもらって、僕バッと食べて。なんで僕食い待ちすんのあんたも。じゃあじゃあスタッフさん来て食べて、うん、そうですね。ちゃんとやった方がいいでしょ。はい。お邪魔します、はい、すみません、はじめまして、北山と申します。よろしくお願いします。あれ、ここは何どんな場所なんですか？はい、三振屋です。三振屋さん。三振屋さん、はあ、売られてるんですか、三振？まあ、注文で売りますけどね。へえ。聞いてみてみます。え、聞く？聞いてみてください。三振弾いたことないっす。え、大丈夫ですよ。大丈夫なんですか？俺、身は素晴らしいだよ。ずっしり。初体験ですか？初三振。あ、なんかやっぱ数字とかあるんでしょ。はい、上からして。これがドファドなんです。ドファド、はい、4個ね、はい、ドレミミ。ここは真ん中の弦、開放弦。そう、真ん中の弦ね。ほら、し、ドーと下の弦、下。そう。し、真ん中の弦。ドー。
子供に帰った頃みたいに。子供に帰った頃。咲いた咲いた。なんだありますありましたね。咲いたできますか。咲いたって。咲いたは何でしたっけ。ドレレミ。咲いた咲いた。チューリップの花は。そう。チューリップの花。チューリップ。それ長宗さんなんかは、あ、長宗さんは知ってます。なんだそうその今どの分部ですか。前奏です。あ、イントロ。前奏か。前奏か。これも練習して弾けるようにしておきましょう。沖縄。嘘でしょ。と沖縄行くんですよ。行くんですよ。いや決まってないですよ。もう勝手に行ってるだけなんで。沖縄今度行くんで。行きたいけどね。行ってみてください。はい。チューリップだ。チューリップ忘れちゃった。あ、あ、ミファソか、あれ。二人いながらやると、弾きやすいですよ。あ、リズムが分かるから。早いね。すごいですね。じゃあ勉強しておきましょう。勉強しておきますか。はい。いいよ。すげえ車。かっちょよ。かっちょよ。バットマン。かっこいいね。なんすか、バットマン。バットマンみたいなマークついてる。本当だ。すごっ。何こんなとこいた。ちょっと見てみます。バッタモン。え？バッタモン。すごい。車自体かっこいいけど走んないのかな。いやけど走ってるからここにあるんじゃないですか。確かに沖縄っぽいですね。全然全然。あ、僕の音なんですか。 あ、こんにちは。なんかいや、いや急にこれが止まってたんでびっくりして。あの、そうですね。持ち主の方ですか。はい。持ち主の方ってことは、はい、バットマンってこと。バットマンってそうですね。これ乗れるんですか。これ本当に走るんですか。走ってるからここにいるんですよね。やっぱそうか、はい、走るんですね。かっちょよ。乗ってみます。え、いいんですか。座ってみます。座ってみます。うわ、すごい。うわ、すごい、はい、これこれは、あ、すいません。へえ、おお。丸見え。丸見え。え、これナビとかですか、これ。一応ナビですよ。ナビもついてる。普通に走ってますから。へえ。あ、ついた。はい。ETC カードついてる。こう面白い。あ、テレビもつくよ。そうなんですね。エンジンかけてみます。いいんですか。はい。かけると難しいんですよね。そうですよ。止まった。そう、もう一回振る、もう一回振る。あの、パカパカパカって、オッケー。かっちょよ。
ますね。ちょっとおかしすぎです。だって止まっちゃうんじゃないかと思って。これ普通のめちゃめちゃふかしてましたね。いやだってわかんないんですもん。わかんないですか。緊張目よ。何者なんですか。そう確かに何やられてる方なんですか。ジャズピアニスト。ジャズピアニスト。はい。ジャズピアニストが、うん、ちょっと待って今色ターン入ってた。あのジョニー大倉さん、あのキャロルの、うん、6年間ずっとやってた。まあそこが本業なんですけど、ラーメン屋もやってまして。ラーメン屋やってんですか。そこで、あの沖縄そば、八重山そばあるんです。そこで沖縄が繋がってくるんですね。はい、ぜひ来てください。行きます。はい、じゃあ行かせていただきます。そんな行きます。そこです。へー、これなんか知る人ぞ知る名店の匂いがする。しかし車あんだけ踏み込むと思うんだって。すごい楽しく近所目がいいじゃん。いや昼間いいですけど。ワイルドスピードと同じくらいの。いやまだ食べてない。あ、そうなんですね。700馬力です。それってどれぐらいなんだろう。700馬力っていうと普通のランボルギーニより速いですね。はい、全然速いです。何キロでぐらい出るんですかあれ。04で、まあ、11秒ぐらい出してます。04で11秒。400m。 ああ、お箸で習ったよね。お箸なんかあったじゃん。お箸速さ。ああ、お菓子でもあるやつです。あ、そうあれ、お菓子だっけ。お箸じゃん。お、なんでしょう。お時間あ、お菓子あれだ。幼いかけない、喋らない。あの、防災訓練してた。本当に間違えました。間違えすぎで。そうですよね。うん、沖縄は感じてきましたかな。いや、遠くなった。バットマンとは。なるほどね。はい、ありがとうございます。はい、あ、美味しそう。あ、待って、今スープがラーメン。あ、本当だ。なんか魚介の香りすごいする。普通なんかちょっと。ソーキそばって透き通ったね。透き通った薄い味のイメージがあるんですけど。東京でここまで濃いやつないか。いただきます。うまい。おいしい。俺魚介系大好きなんですよ。はい、うわ、これのソーキそば絶対うまいやつだ。でもこれ魚介の香りがもうすごい。うん、おいしい。魚介の味。魚介の味。うん、うまい。うちのしゃぶだれっていうの、あのうちが20年かかって作ったあのしゃぶしゃぶ用のごまだれなんですよ。麺とかチャーシューをつけて一回食べてみて。はい、なんすかその食べ方。これもう本当にやばいんです。そうです。ごまだれにベシャッといっぱいつけて食べる。ごまだれ行ってみるか。麺とかチャーシューを一回行く前にちょっと。え？行く前に。涼しいな。ちょっと一口もらっていいですか。いいよいいよいいよ。あ、もう俺は別に。ちょっと飛ばすなよ。スープ。あ、もうカツオの効いた。カツオ節の効いた。カツオ節、カツオだしの効いた。おいしい。うまいよ。しゃぶだれをつけることに。またいや、俺ごまだれ大好きで、これべしゃべしてるんですけど。べしゃべしてる。そうそれで食べる。うん、飛ぶぞ。
美味しい。これやばいでしょ。これやばいですね。このごまだれやばい。やばいでしょ。ごまだれもうまかったら超まろやかになるわ。確かに。でうんうんこれはうまいわ。よかった。本当に美味しいです。ありがとうございます。本当に美味しい、はい、味変にもなるってことですよね。味変しまくって感じましたか沖縄も。でも沖縄感じたけど食べたら沖縄にいながらちょっとトリップした感じあるね沖縄超えちゃった感じですか、うん、あの車で一回沖縄忘れてる感じすいません。じゃあごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お願いします。